トントンシャー、トントンシャー、紡いで折って整えて、日々の恩義は限りなく、わずかなりとも報いるために、せめてせめての恩返し。我ながら良い出来栄え。これならきっとあの人にぬくもりを。ああ、いけない、肝心のもう一つが手つかずでした。どうしましょう、どうしましょう。はい、どなた様ですか。あら、あなたは。よくぞおいでくださいました。ごめんくださいまし。日頃お世話になっている鶴でございます。尊すぎます、すべてが。覚悟を決めていましたのに、無理無理無理、反則級。こんなにも愛のご相伴に預かるなんて。鶴はもうお腹いっぱい、過保物にございます。もはや心残りはございません。パールドン、失礼いたしました。私としたことが我を失ってしまうとは。簡単に説明いたしますと、今日は素敵なバレンタインデー。どこもかしこも激推し胸熱、誰もが浮かれるカーニバル。甘く香ばしく、ほろ苦く、切ない気配で満ちています。特別な日ゆえに、マスピーさんを取り巻く警護の情、それを感じ取り、私の心は知事に乱れてしまいました。例えるなら、超トップアイドルのライブ会場がごとき強さといったところでしょうか。アムール、愛されていますね。素晴らしいことです。そしてこうして伺ったのは、私もまたあなたに思いを捧げるため。こちらがその心尽くしの品でございます。どちらもミス・クレーンの最新作です。ブランケットは薄く、軽く、柔らかく、けれど強く、暖かく。普段使いはもちろん、旅のお供にもどうぞ。寒風や雨風にあなたのぬくもりを奪われぬようにと、精魂込めて織り上げました。そして、メインのお菓子は、もちろん甘いショコラ、なのですが、ブランケットにかかりきりだった私は、肝心のショコラ作りを失念しておりました。そこへ颯爽と現れたのが、私のアイドル、そう、えっちゃんです。夜分にすみません、小腹を空かせたアイドルです。ギブミーお菓子、売店が開くまで待てません。そう言って上がり込んだ彼女は、今日はチョコ気分でも和風もいいですね、と的確な助言をくれたんです。そう言われますと、私もがぜんやる気が湧き上がってくるもので、作っては食べ、食べては作る、私と彼女のショコラなディスコ。あれはもはや
一夜のレイブと申せましょう。求められるというのは私にとって何よりのこと。そうして出来上がったのがこの新作和菓子、抹茶生ショコラ大福。えっちゃんも太鼓判を押してくれた自信作です。ブランケットと合わせどうぞお納めくださいまし。感謝のお言葉慎んで頂戴いたします。これからも何卒よろしくお願いしますね。ねえマスピーさん、渡りの旅は長く苦しいもの。あなたの万分の一にも及びませんが、私も存じています。ですが、どうか、どうか、あなたの旅の果てに、多くの愛と、ぬくもりと、思い出が、鶴には想像もつかぬ希望があることを祈ります。いいえ、きっとそうだと。信じます。